15回戦、この後18時プレイボールです。私はただいま東京ドーム場内1階1塁側コンコース奥に来ております。今日は7月7日七夕ということで、ご覧ください、このように笹が用意されております。そして短冊ももちろんございますので、これは皆様に今日は七夕の願い事を書いていただこうというコーナーになっております。1階1塁側コンコース奥です。ということで私も僭越ながら願い事を書かせていただきました。こちら、はい、リーグ優勝日本一へということで諦めてませんよ。今日も勝って3連勝対スワローズ3連勝、そしてチームとしては4連勝いきたいと思います。で、裏側もちょっと願いがかけるということで、切なる願いです。今日は声が裏がいけませんようにこちらも書かせていただきました。頑張ります。そして1回中のコンコースにはジャビットシスタージャビットも来てくれています。はい、願い事書いてくれました。白い短冊もあるんですね。可愛いダンス、もっと頑張るシスタージャビットということで、そうですか。じゃあ今日以降でぜひこの時間を利用して皆様願い事を書きに来てください。さらに選手の短冊もあるということで探してみていただきたいと思います。ではこのレポートの最後、早速願い、あ、願うだけではありません、叶えるものですから、シスタージャビットの可愛いダンス、入場の際に使用できる電子チケット、球場内のグルメが予約できるモバイルオーダー、来場者プレゼントなどの機能が搭載されています。また今シーズンから顔認証により入場決済ができる際も受けられる東京ドームシティスペシャルオーバーも開始いたしました。無料でダウンロードができます。詳しくはジャイアンツ公式ホームページをご覧ください。皆さんはこちらの QR コードにご 5G マルチアングルは